はい、皆さんこんにちは。こじこじです。はい、今回はね、このジャンクの Xbox、 前回ね、毛布に包んで治ったって言って喜んでたんですけども、ソフトを買って Xbox360 をね、起動しようとしたら再び E74 が出ていたので、今回はね、はい、トルクドライバーを買ってきたので、はい、こいつをね、分解してグリスを塗り直して完璧に修理したいと思います。はい、ということでね、インターネットなどを参考にして、このね、 Xbox360 ね、ちゃちゃっと分解しちゃいたいと思います。はい、ということでね、まずね、はい、フェイスプレート外していきたいと思います。なんかフェイスプレート外すのがね、ちょっと手でやったんで難しいんで、ちょっと使いたい、外したいんですけども、だいぶ硬いですね。はい、ちょっと危ないので、はい、力技で外しましたね。かなり力入れてた感じがしますね。壊れなかったのが奇跡じゃないかと思いますね。続いて、このね、上と下の蓋を外していきたいと思います。はい、このね、上下のプレートは片側3箇所ずつで固定されているようです。はい、ということで、ね、早速外していきたいと思います。はい、穴から押せば簡単に取れるというふうにね、ネットには書いてあったんですけど、はい、それは本当でしょうか。あ、はい、いけそうですね。これライト使わないとちょっとね、どこが止まってるのか見づらかったりしますね。はい、はい、ということでね、はい、上下のプレート片側外れました。じゃあもう片一方もやっていきたいと思います。はい、はい、ということでね、上の蓋も取れました。ちょっとね、取るのにね、時間かかっちゃいましたね。はい、10分20分かかっちゃいました。ちょっと苦戦しました。このね、上を取るときは、ここのね、ハードディスク出っ張ってる側のね、この穴からこうね、細い棒などを入れて、ちょうどね、ここわかりますかね、ここ当ててね、はい、取る感じで取ると取りやすいと思います。はい、そこさえできればね、あとは簡単です。はい、はい、じゃあね、フロント開けていきたいと思います。ここのね、このシール剥がしちゃうと保証効かなくなるので、ね、もう保証効かない人しかやっちゃダメだと思います。はい、はい、ということでね、フロントを開けたいと思います。はい、はい、開きましたね。はい、ちょっとしか開いてないんですけど、ね、はい、あーっと閉まっちゃう。はい、このように開きました。続いてね、ここで今回買ったトルクドライバーを使います。はい、はい、ということでね、ご紹介できなかったんですけども、はい、外せました。はい、ちょっとね、これはね、至難の技ですね。かなりの難しさです。はい、ということでね、早速分解してこの中身見えるようになったので、はい、ちょっとね、はい、こっからもバラしていきたいと思います。はい、ということで、はい、このようにね、はい、はい、バラバラになりました。はい、じゃあね、背面のね、トルクドライバーっていうか、ね、トルクネジ外していきたいと思います。これはね、かなりね、分解きついですね。はい、はい、このね、前面のレッドリングって呼ばれているところね、リングが出るところを取り外します。はい、ネジがついてるのでね、皆さん忘れずに取りましょう。はい、取れました。はい、こうですね。はい、で、これで、はい、マザーボードが取れるかな。取れましたね。はい、このように、はい、マザーがむき出しになります。はい、はい、ということでね、はい、この状態にするまで、はい、かれこれ1時間かかりました。はい、じゃあね、早速これね、ヒートシンク取ってグリス塗り直して、ちょっとね、ワッシャー挟んでこれね、直していきたいと思います。はい、ということでね、このようにね、はい、ヒートシンクを外した状態になりました。はい。でね、今グリスを拭き取ってるんですけども、なんかグリスが、なんか、
乾燥してネバネバしてるんです。ゴムみたいになってるんですよ。これね、どんなグリス使ったらこんなになるんですかね。普通乾いてピラピラになるだけなんですけど、これはちょっと異常ですね。はい、ということでね、ね、ヒートシンクを、はい、ネジ止め式にして、はい、グリス塗り直して、はい、ワッシャー挟んで、はい、修理をしました。ネジ止めが終わってこの状態になりました。はい、ね、ドライブついてネジ止めが終わってます。一回ね、この状態でちょっと起動をしていきたいと思います。はい、ということでね、さっきね、Xbox 再起動しますって言ってから、実はね、もうね、48時間ぐらい経っています。はい。起動しますって言ってね、実際ね、ね、カメラ持ちながらね、こう、起動しに行ったら、何度やってもね、レッドリングしか出なくて、はい、ネジ締め直したり、グリス塗り直したり、はい、4度ほどね、試したんですけども、はい、ドライヤーでね、CPU と GPU 焼いてみたりもしたんですけども、何度やってもダメで、はい、本当にね、壊しちゃったかと思ったんですけども、はい、ね、この動画48時間経ったって言ってますじゃないですか。その間にね、冷静になって考えたら、僕ね、ヒートシンクネジ止め式にしたんですよ。ヒートシンクとヒートシンクネジ止めするときに、ワッシャーを間にヒートシンクの間に挟んでるんですよ。GPU とか CPU をね、こう、締め付けすぎないように。はい。で、僕の参考にしたサイトによると、ね、GPU が2個ありまして、こう、高さがね、違うというふうに書いてあったんですよ。高さが違うと。はい。なので、ワッシャーは1枚でいいって書かれてるんですけども、僕ね、よくね、GPU をね、CPU と GPU こう見比べたら、そんな、全くね、高さの違いは感じられなかったんですよ。で、これはね、なんか、ワッシャーの数が違うのかなと思ってね、ちょっとね、ワッシャーの数をね、CPU、GPU、22で、ネジ側11にしたら、はい、うまく起動するようになりました。ということでね、じゃあね、皆さん一緒にね、ちょっと、Xbox 確認したいと思います。はい、ということでね、これがね、現在の、ね、僕のね、Xbox 360の状況です。はい。まだね、仮組みの段階ですね。はい。この状況で、はい、何度か、もう一応ね、検証はしています。はい。で、はい。まだね、電源挿してないので、ね、電源を挿します。はい。はい。で、はい。これね、今、フロントパネルついてないので、電源を入れるためにね、こうちょっとね、ついてたネジで、こう。ポコって触ってあげます。はい、アネジが、はい、皆さん分かりますかね。正常に起動するようになりました。はい、せっかくなので今回ね、僕が買ったゲームソフト、はい、ロストプラネット2をね、480円で買ったんですけども、はい、実際ね、ジャンクのね、Xbox 360で動くのか、はい、検証したいと思います。はい。じゃあね、ドライブを開けて、はい、CD をセットして、はい、ロストプラネット2ですね。はい。はい、じゃあ、検証してみたいと思います。はい。はい、ものすごい音がしてますが、はい、ちゃんと、はい、ゲームも動くみたいですね。はい、はい、ゲーム画面にも行けました。はい、ということでね、ちょっといつもの席に戻ります。はい、ということでね、いつものところに戻ってきました。はい、皆さんね、ご覧いただけたように、はい、Xbox 360、はい、無事に動くようになりました。はい、何度かね、起動試験はしていまして、ね、一回もレッドリングにはなっていません。でね、一回ね、30分ぐらいね、軽くゲームをしたんですけども、はい、それでも大丈夫でしたね。はい。はい、ということでね、今回 Xbox 360をね、完全に分解して修理したんですけども、なんていうかね、こう、気づいた点を、
最後にお伝えしたいと思います。まずね、第一点、CPU と GPU にくっついてるグリスがなんか尋常じゃない固まり方をしてるんですよ。普通ね、僕の経験で言うとね、 CPU とかね塗ってるグリスが乾くとカピカピになってね、粉みたいに飛んでいっちゃう感じなんですけども、Xbox 360についてるグリスはなんかね、ゴムみたいになって何をやっても取れないみたいな感じ。普通に拭いても絶対取れないですね。一応ね、インターネットとか見るとね、プラモデルのね、薄め液とか、マニキュアの除光液で取れるって書いてあって、ね、やったんですけども、結構ね、30分とか頑張ってやっと取れる感じですね。はい。かなりベトベトしていて、ゴムみたいになってます。はい。あとね、2点目。今回ね、僕ね、ヒートシンクをネジ式にしたんですけども、最初ついてたね、こう、クロスのね、板金。あれがね、ちょっと緩くなってますね、やっぱりね。はい。ちょっとそこら辺もまずいと思います。はい。でね、3点目。ネジ止め式にしたんで、もう緩くなったりはしないんですけども、ワッシャーの数ですね。ワッシャーの数、インターネットを見るとね、サイトによってね、何枚挟むか違うみたいで、CPU、GPU のコアのね、高さもね、なんかネットの情報と違っていたので、ね、自分でヒートシンク置いて、ね、ワッシャー置いて、ね、ちょっとね、高さをこう横から見てね、確認して、ね、試験した方がいいと思います。きっとそうするとね、変にね、レッドリングぐらいなら治るんじゃないかと思います。はい、今回の紹介は以上です。今回ね、動画を撮るのにね、ちょっとね、日にちを空けて撮ってしまったので、ね、ちょっとね、なんか、違和感感じる方もいると思うんですけども、はい、なんとか直すことができました。今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。